さあ皆さんこんにちは、朝日奈彩です。はい、ということで本日は、もうすぐバレンタインということでバレンタインメイクを行っていきたいと思います。もうねスキンケアを終わっているという状態なので高めのリップから塗っていきたいと思います。最近はなんかもう、いつも恒例の話をさせていただきますと、あんまりお肌の調子はよろしくございません。なぜかと言いますと、甘いものを食べているから。はい、以上でございます。何なんだろうね。最近ね、なんかね、果糖ばっか取ってる。ちょっと前まで柑橘類だったの。なんか、オレンジとか、八朔とか、なんかそういう、こう、パールとか、なんかそういうね、柑橘類ばっかり食べてたんだけど、今はそれを経て、イチゴに変わりました。毎日イチゴ食べてる、本当に。下手だけ取って、もう切りもせずにそのままパクパク食べるみたいなことばっかりやっております。じゃあ、メイクをね、早速始めていきたいと思います。コスメデコルテのフローレススキングローライザーを使っていきます。いや本当にさ、バレンタインですよ。バレンタインが近くなってきましたけれども、何すんの？あ、聞く相手が間違ったそんなひどいこと言うの？違う、ザコウちゃんは本当になんかイベントごとに全然興味がないのよ。去年、ハロウィンの時何したとかってさ聞いたりとかしても、あ、なんか別に特に何もしませんでしたみたいな、むしろハロウィンなんかやったんですか、偉いですねみたいなさ、なんか日常の延長がすごく多くない？確かに多いよね、はい、だからなんか特別何をしようみたいな意識があんまりない子だから、バレンタイン何するって聞いたけどエピソード出てくるかなってでも思っちゃったよね。毎年、うん、実は買ってるチョコレートあって。嘘？あ、イバン。イバン？何をきっかけにさそのブランド知ったの？なんかそれこそ多分大学生の時かとかにすごいそのチョコレートとかが好きな友達がいて、私全然興味なかったんですけど、ぽい。そうじゃあ続いてヒンスの、クッションファンデファンデーションしていきます。で、大学生の時、大学生の時に、この結構日本だとこのバレンタインの時期しか買えないから一緒に買いに行こうみたいなって言って、パッケージすごい可愛くて、可愛いよね、すごいシンプルでさ、そうで美味しいし、そっからなんか恒例になって毎年買ってるんだ。毎年あれは買ってるって感じ。へえ、しんないですね。意外意外ってこうやってどうしてますか毎年？買ってる。バレンタインは作らないね。今年は作るかもって思ったりしてます。でも毎年買ってた。作ったりとかあんまりしないかも、バレンタイン私。で、ちょっと今ね、ファンデーションをしたんですけど、お粉をどうしようか悩んでいるので、ちょっと最後考えます。で、次、アイシャドウからいこう。アイシャドウは、シャネルの、レベージュパレットルガールのクールドゥシャネル。これを使っていきたいと思います。一番最初これアイフォール全体に塗って、これを次に色をのせていきます。いいよねチョコレートって。なんかチョコレートに何千円とか、すごい贅沢だなってそう思ってたんですけど、うん、でもその贅沢いいなって、その良さを感じるよね。そうね、めっちゃわかる。なんかさ、あの逆チョコみたいなさ、なんかあるじゃん、女性から男性に渡すのが一般とされてるけど、男性が女性にチョコレートを渡すみたいなあるじゃん。 あれめっちゃいいなって思う。なんかあれができる男性って一個なんか抜けてるなって思わない？わかります。日本だけですもんね。あ、そう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 、チョコやる、チョコをプレゼントする文化は、ホワイトデーがあるんだよ、もちろんあるし、あるっていうことも分かってるんだけど、でも女性が男性に渡さなきゃいけないっていうこう風習を覆してでも渡したいって思ってくれてる、その気持ちが嬉しいなって思う。はい。で、続いてこの濃いめのこっち側の色をちょっと目尻ぐらいにのせていく。
いいよなチョコレート。そんなこと言われたらもうチョコレート食べたくなってきちゃったよ。もう買えるんですかね、あの伊勢丹とかですごい祭りになるやつ。買えるんじゃない？100均のところはもうバレンタインになってたよ。へえ。うん。で、紫色のところを締め色として使うので下にちょっと色を入れる。始まっている。なんかパート1、パート2、パート3で、はあ、でも絶対そうだよね。時期が分かれてるんですね。ああ、なるほど。へえ。戦いは始まっていました。なるほどね。昨日ね、伊勢丹行ったの。とてつもなく混んでたの。はあ。絶対それだわ。で、カップルの方がめっちゃ多かったの。今、点と点が完全に線につながりましたわ。なるほど。そういうことだ。確かに。ちょっと様子を見ていきながらアイシャドウは足していきたいと思います。こんな感じで今ピンクのねアイシャドウをのせました。で、問題は眉毛なんだよね。ちょっと一回さ、いつものシャネルのスティロスルスル816番ですを使っていきます。眉毛を描いたら、眉毛にちょっとアイシャドウのカラーをねのせていきたいと思います。そしたら統一感も出ると思うので。私ね、眉毛の色抜いてるんですよ。だからそんなになんか毛が目立たないので、ピンクのアイシャドウだけをのせれば平気なんじゃないかなって思っています。なんかこれもさ、1年に1回バレンタインメイクってやってるからさ、結構恒例なのね、この企画って。だけど去年話した内容と一昨年話した内容多分ほぼ変わってなくて、なんか小学生の時にこの人にバレンタインを渡した時にすごい緊張したんだよねって話を、確かね、確か私の記憶が正しければ去年も一昨年もしてるのよ。で、私マジでネタないんだなと思って、バレンタインに対してのアップデートされてないんだなと思ってゾッとした、本当に。みたいな。学生の時ってめちゃくちゃ緊張感があって、初めてなんかすごく好きになった男の子にチョコレート渡すぞみたいなさ、すごいこう気持ちがこもってるじゃない。でも大人になると、じゃあ例えばお付き合い始めてとかさ、もう今だったらそれこそ結婚しててとかってなるとさ、思い出に残らないって言ってるわけじゃないんだけど、なんかこうわざわざ話すネタでもないっていうか、わかる？で、いつもその話をしてんだなって思った時に、なんか私ネタないじゃんってなっちゃって悲しくなった。で、ベアミネラルのジェンヌードハイライターのモーブグローのチークカラーを使っていきます。あら、思ったよりは乗りましたね。乗りましたね。うん、真っピンクになってるよ、私の顔。で、私たちのチャンネルはさ、同世代が集まってるじゃん。はい。だからさ、そのドキドキしたエピソードがもうないんだよ。でも若い女の子が例えばここにいましたってなったら、あ、すごい、お鼻にね、今チーク塗ったらお鼻真っ赤っになっちゃった鼻先ちょっと赤くさせたいなって思ったらこんなことになったわ。びっくりびっくり。私はもうね、目元といえば黒をね選択することが多いんだけど、今回はちょっとグレーにしてみようかなって思います。ちょっと私アイラインの時喋れないので早送りになってると思います。ピンクグレーとかピンクブラウンとか大好き。なんかピンクの甘さの中にどっか締め色が入ってるみたいなのがファッションでもメイクでも好き。いいんじゃないか。ちょっといろいろ様子を見ていきたいので、ここからマスカラを行っていきたいと思います。エルメストレードエルメスマスカラボリューム03番のルージュ H のマスカラを塗っていきます。こういう感じのね、赤めなアイテムを使ってマスカラを塗っていきます。これメイクの時のポイントは、ピンクっぽいメイクの中にどっか締め色を作ってあげたりとかするのがいいかなって私は思うので、
私今トップスもブラウンだし、ブラウンで締めるのもいいなって思ったんだけど、でもなんかブラウンで締めるのっていつもと同じだよなっていうのもあって、今回はグレーで締めたりとかしてるんだけど、でもそういう風に色遊びをして締めるのもいいと思います。これ本当にいつまで使ってるんですかって感じなんだけど、ゲランのテラコッタゴールドブロンズのスターライト、シェーディングを行っていきます。顔を削るという作業ですね。はい、少しでも小さくなりますように、こういうところに私は3を描いていきます。ここは少しだけ、あんまり削るとサチ薄くなっちゃうので、顎から耳裏ぐらいまではもう黒くなってもいいからたくさん塗るで、ここは少しっていう感じにします。まあ一回眉毛足そうかな。楽しいわ本当に、こういうメイクしたりとかしてていつも思うのは、もうちょっとこの辺を足して、ちょっと髪のバランスも見たいな。なんかバレンタインのエピソード話した？メイクばっかり集中してなんか話した記憶ないんだけど。去年は？去年？写真がない。去年何もしてない？私ね、本当にね、思うんだけど、写真に残さないのよ。いや、それ思いました。私めっちゃ写真残さないよね。写真撮らない。撮らないよね。はい。ちなみに今、アルバムに写真何枚ありますか？めっちゃあるから。だって仕事 してますから、私。そうですよね。はい。何枚ですか？ 42,950。106,775。嘘でしょ？そんなに写真撮ってどうするの？私ね、42,000でもめっちゃ多いな。多いでしょ？いや、多分この動画を見てる方々からすると、朝比奈さん4万もあんのすごくないって絶対なってるはず。10万すごくない？ちょっとベアミネラルのリップライナーでちょっと縁取りします。やっぱり思ってた。はい、残ってくのが嫌なんだよね。やっぱ写真撮るって大事だな。458番のディオールを塗っていきたいと思います。一回これを塗って、あー可愛い色。うん。あとはちょっと髪をやってちょっとバランスを見たいと思います。かわいいね。自分でメイクして自分の顔褒めて本当に楽しいチャンネルだねなんかさ、ピンク甘いけど甘くなくない？ちょうど良い感じ。ねえ、いいよね。ちょっとだけアイシャドウ出そうかしら。ちょっとね、ここだけ、こことここだけ。このシャネルのアイシャドウめっちゃ優秀。このリップ458のディオールのリップとこのシャネルのこのパレット、これね、限定なのよ確か。あー、そうかもしれない ね。めっちゃいいなって、イエベだけどピンクメイクしたいなって思う方がもしいらっしゃったら早めに購入するのいいかも。めちゃいい。このアイシャドウほんとめっちゃ優秀。超優秀はい、こんな感じです。はい、ということでアクセサリーつけますので少々お待ちください。はい、ということで完成しました。こんな感じ。はい、ちょっとね、大人めな感じで、ピンクのアイシャドウと、あと、ルージュマスカラっていう、ちょっと赤いマスカラを塗って、あと目元のアイラインはグレーを刺しました。すごいさ、やっぱさ、黒とかブラウンとかで締めるよりも、なんかおしゃれ度がぐっと増す感じがあるから、ピンクにグレーで締めたりとかするのもすごくありだなと思いました。かわいいよね。かわいくない？あとやっぱりこのブラウンとゴールドの相性がいい感じとかもすごい個人的にはお気に入りです。いいよねこのさ、ディオールのリップもすごい可愛い。はい
はい、ということで、今回は2024年バージョンの、バレンタインメイクを行ってみました。個人的には、今年のね、なんかいろいろコスメとかも見させていただいて、ピンクがすごく多いなって思ったんです。なんかモーブ系だったりアースっぽいようなアイテムだったりとか、でもなんかイエベ系だから、私はなんかピンクってなかなかこう手を伸ばしづらいのかなっていうこともあったので、今回ちょっとピンクなんだけど、あんまりこう甘すぎないような、なんかこうメイクの提案をできればいいなっていう風に思っていたので、なんか今回の仕上がりを見て、なんか自分の中でもすごく大満足だなっていう風に思っております。なので、まあ気になる方がいらっしゃったら、あのシャネルのアイシャドウ とディオールのリップはすごくおすすめなんじゃないかなと思いますので、気になる方はぜひ真似してみてください。はい、ということで、今回の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、それでは次の動画でお会いしましょう。朝比奈彩でした。じゃあねー。